こんにちは、毎日ご飯のお母さんです。今日はミントティーの作り方をご紹介します。すっきり爽やかなミントの香りが夏にぴったりなので、ぜひ作ってみてくださいね。最初に中国茶の茶葉を一度お湯に通します。日本で買う中国茶なら汚れは気にならないのですが、茶葉を開かせるために一煎目は捨ててしまいましょう。ここで使っている中国茶は発酵の進んだウーロン茶などではなくて中国緑茶を使っています。私はロンジン茶を使っていますが、いろんな種類の中国緑茶がありますので、そういうものを選んで使ってみてください。もう一度お湯をポットに入れます。角砂糖をポットに入れます。お砂糖はお好みの量でいいのですが、モロッコではたっぷり入れてかなり甘くして飲むようです。きれいに洗ったミントの葉もポットに入れます。ポットの中がミントの葉でいっぱいになるほど入れて大丈夫ですよ。そこにさらにお湯を足します。このまま 2,3 分蒸らします。よく蒸らしたら一度カップに注ぎましょう。カップに注いだお茶はポットに戻してください。そうすることで茶葉がしっかり開きますし、お砂糖がよく溶けます。これを 2,3 回繰り返しましょう。あとはカップに注いで美味しく飲めます。手軽に旅行気分が味わえるので、ぜひ作ってみてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。また見てねー。